この動画には以下の要素が含まれています。それじゃ嫌だなっていう人は低評価を押してブラウザバックを。それでもいいよっていう人はゆっくりしていってね。皆さんこんにちは。今回は宮崎県日向市の信号機を紹介します。南日向駅から 1.7km、徒歩20分のところにある信号機です。ここには少しレアな信号機があります。この陶器です。拡大してみましょう。どこが珍しいかわかりますか？まずは動画を見てみましょう。どこが珍しいかわかりましたか？え、まだわからないって？仕方ないですね。それでは普通の陶器と比較してみましょう。左と右が普通の陶器、真ん中の陶器が今回の陶器です。もう違いはわかりましたね。正解は庇の位置と形です。左の陶器は庇が内側についていて丸っこいですが、右の陶器は庇が外側についていて角張っています。そして、今回の陶器は庇が外側についていて丸っこいです。つまり、左の写真が前世代、右が後世代、そして今回の陶器がその家族ということです。そして、この陶器は、もしかしたらここにしかないかもしれないらしいです。しかし赤の庇がバックれているのが残念ですね。次に他の陶器の写真を見てみましょう。まずは初陶から。最後に押しボタン箱。最後に名盤を見てみましょう。まずは制御機です。量産製で2018年12月製造ですね。次は小糸おにぎりの方の補刀です。小糸工業製で1999年10月製造ですね。次は今回のメインの加時補刀です。信号電材製で平成11年括弧1999年9月製造ですね。次は車灯です。信号電材製で平成11年括弧1999年9月製造ですね。最後は押しボタン箱です。量産製で2018年12月製造ですね。ということで、今回は信号電材製の加速歩道を紹介しました。次回はまた別の交差点を紹介しようと思います。次回の動画もお楽しみに。